慣れてますね、めっちゃ。なんかさ、雨強くなってきた。え、私のせい？私のせいですか？ほやほや？ほやほや？ん？そうですね。もうちょっと痛いですね。うん、でも起きなきゃ。それに来てありがとうございます。皆さん寝れましたが、今日から、そういえばあの5月ですね。昨日は結構いい感じでした。昨日で最後のお化粧じゃないお稽古だったんですけれども、昼前にお昼ご飯遅めのお昼ご飯だったのかな。目元がありがとうございます。あ、そうで、西チームのお稽古は昨日はもうなくて、終わって、おとといかな？でも最後で、見てもらえなかったんですけど、いろいろね、その、やっぱ他のチームの見たりしたら、ここってこういう意味かとか、なんか、改めて、あと福田さんがね、すごく、いろいろ、同じチームの福田さん、あ、かすみさんもですけど、その、特に福田さんがその、いろいろ、解読なんていうんですかね、色を発見してくださって、私はそこまでまだなんていうんですかね、なんかそんなに全然力がなくて、教えて気づくことが多いんですけど、このセリフの意味ってこういうことだから、これこういうのが一番嘘なくしっかりこう言えるかとか、仕事、あ、いってらっしゃい、応援してます、こてこに似合える、嬉しい、ツーショット正解とかね、ありますしね、そうっていうのをいろいろね教えてくださって、すっごく大事なシーンがあるんですけど、そこでね、あの初めて最初で最後の投資の時にうまくいかなくて、そこからやっぱ全部こけちゃったので、お久しぶりです。そう、いろいろね、あの演技のアドバイスとかも、目覚まし元気で発動で、そう教えてくださるんですけど、私がそう慣れてないのもあって、その理解するのもその遅いしあ、これこういうニュアンス、なんか本当に分かってもなんか本当になんて言うんですかね、難しいんですよ。伝えなきゃいけないのに怒っちゃダメとか、なんかそのちょっとした言い回しでそういう風に聞こえたりするので、なんか本当にそこのちょっとの差ですごくね、シーンの見方が変わってくるから、最初なかなか難しくて、まあでもいっぱい練習もしてくださったので、そこでのそのいい言い方というのはなんかその分かれたんですけど、でもそういういっぱいシーンごとでもこういう言い方とか、なんか昨日発見できたこともいっぱいあって、そうだから私はでもそれを発見できてもすぐねできるわけじゃないので、それ練習しなきゃなんですけど、昨日はでもその今日がその今日から小やりなんですけど、そうやる、そうそう、見返す公演、あ、待ってます。そうそう、でそっちの、ね、練習もやばいんですけども、でもそういっぱい、そう芝居のこともあるし、演技のこと、あ、ミュージカルのことも、歌の部分でもあるし、私はそうイントネーションとかも違ったりするから、いやここはでも
なまっちゃいけないっていうところがあるのでそういう直すのとか練習してるんですけどね。今日はそう小屋入りなんですけど、今日からそうサンリオさんのリハーサルで多様最初編とはほぼ行けなくて、実際に小屋入りしてバあのね実際のステージになるとやっぱリハーサルよりこう出る尺が違ったりとかのセットがあるからね、ここで上に行かなきゃとか、なんかその上に行くとその歌うとね、その走ると階段とか大変じゃないですか、ブレるから声が。だから計算してこれぐらいからこのスピードで行かなきゃなとか、なんかいろいろそう考えることがあるので、そうとにかくまあやばいんですけども昨日はその今日サンリオさんリハでね、そうあの思い出さなきゃいけないので昨日一生懸命思い出してでやってたら、もうプレイヤーライフの方のやる元気がもうなくなってしまって、イントネーションを確認しながら寝たりはしたんですけど、そのまだ台本読んでしっかりとかできてないので、そこの後頑張ってやって行く前になんとかやって、リハの休憩中とかもちょっとやらないとやばいなと。今日の方が寝れたんですけど、あ昨日か、昨日の夜っていうんですか、寝れたんですけども、今日の夜はもうやばいなって感じですね。明日もお仕事があるんですけど、明日のお仕事の準備もねしとかないと怖いじゃないですか。だからやばいなって感じですね、うん、いや本当になんか、そういうこといっぱいだし、そのゲネプロ当日なんですよね。もう始まる14時からの会が始まる結構もう結構直前にゲネプロがあるので、成功体験がね西チームでないので、それもあって怖いんですけど、オール明けにはでもね、やっぱでもこうやっぱ慣れないことをやっているので、すごいミュージカルもめっちゃ体力いりますし、頭もめっちゃ使うので、で3日はだから2回公演になるんですけど、ギネプロで初日の回と、だからやっぱでもこう休んでないとやっぱパワー負けするというか、その出せてない部分も通し稽古見てやっぱ疲れが出てるというかはい、声も張らなきゃなのになって思うとこもあったので、全く寝ないようにはしないとなって感じですが、大変ですね、難しいですね。なんか慣れないことが多いしね、いっぱい頑張らなきゃいけないこともあるので、寝れなかったりするとは辛いなと思う時もあるんですけど、まあでもね本当に素敵な作品だから頑張れるって感じですね。素敵な皆さんとでファンの皆さんも楽しみにしてくださって、初回は完売してくださり、はい、やれようでもちゃんと伝えれたら本当にすごい、皆さんも感動していただけると思うので、頑張らなきゃって感じですね。頑張りたいって感じですね。弱気ではないんですけどね、こう昨日も北のあの通し稽古を見てすごくて、やっぱりすごくて、こううわ私ももっと頑張ろうくそって思えたので、いやすごいんですけど、そうすごいんですよだから
そう、気持ちは、ね、今は結構負けてなんですが、弱気にはなってないんですけど、その体とかがついていくのが必死って感じですよね。いやね、食らえちゃダメなんですけど、でもその精神も大事だなと思いました。このクソと思えるし、なんか頑張ろうって思えるので、前まではちょっと弱気になってましたけど、こう燃える心が燃える方に変わってるのでいいなと思いますね。そうだそう、だからですね、結構ギリギリなので、今週のそう、インスタライブさん、本当だと4日ぐらいで、3日ぐらいでしたっけ、4日かな、本番と4日間ドカブリしてるんですけど、そう基本土曜日にやらせていただくっていう感じなんですけど、ちょっとだけずら、ちょっと違う、ちょっとずらさせていただきたいなっていう、休まみは絶対ないんですけど、ちょっとで5日がサンリオさんで本番で、それもちょっと忙しくてですね、で6日がエスコイに久しぶりなので、復習もしとかないとやばいので、できたら7日に、今週はちょっとずらさせていただきたいなって思ってるんですよね。そう、お休みは絶対にしないんですけど、そのずらさせていただきたいなって、じゃ火曜日ぐらいですよね、だから結構ずれるから、ちょっと本当に申し訳ないんですけど、そっちの方がでもね、ゆっくりインスタさんもしっかりやらせてもらえると思うので、前みたいになんかヘロヘロの状態でやっちゃうかもしれないので、はい、そういう風にさせていただこうかなと思ってますね。すいません、気持ちいいですね、ありがとうございます。日金、うん、ありがとうございます。火曜日、確かにそうですね、火曜日もうなんなら一日以上寝るぐらいのあれかもしれないですけど、はい、ちゃんと起きます、ちゃんと夜に起きます。はい、そうですね、でも本当にここ踏ん張り時がもうあともうちょっとなので、はい、あと本当もうちょっとですね、ここを乗り越えたら本番ね、うまくいって皆さんに感動してもらえて、もう嬉しくて、私もう今回の舞台はよりやっぱ苦戦したというか、いっぱい今もなんですけど、やっぱより今よりが何ですか、必死なので、感極まっても泣いちゃいそうですね。はい、頑張ろう。いやでもこういうのを届けたらいけるっていうのがこう皆さんと発見できたので、もうあとね、やるあとはもうやるのみなので、ちょっと頑張りますね。難しいけど、あ、1716日連続もありがとうございます。2880人の方も嬉しいです。初のあれとあれですね、あと今日の、そう、12時正午までで
あの抽出撮影会5月11日12日の抽出撮影会の締め切りなので、はい、あの今日の12時正午までですね。11日が静岡午前賞を着させていただく日で、12日がセーラー服の着させていただく日なんですけど、はい、あのよかったらぜひ待っております。よろしくお願いします。待ってます。もうちょっとで締め切りです。うん、じゃああと最後発動させてください。お願いします。うん、今日はあれとあれですね。いきます。よこぎゃー、ビーム、わーからのいきますよ。皆さん、目覚ましじゃんけん、じゃんけん、じゃんけんぽい。なんで2回やったんだろう。皆さん準備できたかなと思って、タイミング合わなかったですねきっと。すいません。でもすごい皆さん言ってくださってる、優しい。負けたがいな。あ、お仕事いってらっしゃい、応援してます。からの今日のおすすめメニューは、ルル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 ルちゃん、焼きそば、焼きそばです。焼きそばは身近じゃないですか、結構。違いますね。焼きそばです。はい、まあ嬉しい。3248人の方も朝なのにね、ゴールデンウィークです。ありがとうございます。嬉しい。ピヤング、おお。じゃあ私は練習をして、く準備して、サンリオさんのリハ頑張って、バッタリ頑張ってきます。うん、頑張ってきますね。いただきます。皆さん朝からありがとうございました。とにかく気合で乗り切ります。気合で乗り切ります。頑張ります。5月もよろしくお願いします。朝から見に来てくださってありがとうございました。図書会もぜひ待っております。ありがとうございました。またね、頑張りまーす。